はい。視聴者の皆様、こんにちは。今週もラジオ番組、ギブギブギブの時間がありました。今日はですね、先週に引き続きですね、私の財務セミナーの仲間である佐々木智美さんにお越しいただきました。佐々木智美さん、今日お越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。実はですね、今、佐々木智美さんとはですね、アカデミーの後輩の方のサポーター役って形で一緒に今学ばせていただいているんですけども、サポーターって言っても何かこう、支援するとかそういうっていうよりかは、また我々もこう、やっぱり人間って忘れてしまうので、再受講、一回また学ぶ機会をいただけるということで、今一緒にですね、学ばせていただいたりとか、あとは日頃ですかね。まあ、関東に住んでますので、こう、仲間が上京した時に一緒にこう、お酒飲んで、中高時代の、ネタ話だったりとか、裏話とか、まあ、そんな話で盛り上がって、いる、いろいろこう、関係を深めていただいている方になります。今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。じゃあ、まずは、じゃあ、簡単に、じゃあ、佐々木智美さんの自己紹介からお願いしてもよろしいですか？インターグローコンサルティングの佐々木智美と言います。と、肩書きをですね、デザイン系コンサルタントとして、今、中小企業向けに、財務コンサルや経営コンサル、CFO 代行業務のほか、ですね、経理の方の、支援といいますか、育成業務を行っております。そうなんですね。もともとはあれですか、そういった経理のお仕事となると、会計事務所とか税制法人で勤めされてたとかそでうすですか？ね。はい、そうです。会計事務所20年いまして、20年ですか。20年、はい。何が良かったのか、はい、20年お世話になりました。続けることができまして、そこでいろんな、まあ、経営コンサル的な業務をやっておりましたが、はい、まあ、続けられたことが今の糧になっておりますね。で、転機が訪れまして、去年の暮れに、まあ、一人で、独立して、やっております。はい。それは先ほどのインターグローコンサルティングっていう、称号で活動されてるということなんそうですです。ね。ね、そうです。はい。ああ、そうなんですね。はい。で、おかげさまでなんかご紹介により、仕事もお 来ておりますので、お、素晴らしいじゃないですか。はい。はどういうわけか、私、女性経営者に縁がありまして、おお、はいはいはいなんか、はい。はい。まあ、女性経営者の方が多いですね。そうなんですね。はい。はい。やっぱりそういった女性経営者につながるような何かコネクションがあったりするんですか？そういうことはないんですけど、あったああ、方そがう。いいとは思うんですけど、今のところはないですね。はい。じゃあ、そういった、まあ、方と巡り会えて、その方そうでが、すね。こう、今、クライアントになられてっていうことなんですね。ああ、そうですか。すべてご縁ですよね。会計事務所に入った時もご縁だし、はい。クライアントとの出会いもご縁だし。なるほど。じゃあ、こう、紹介をされる、その、いただく、まあ、キーマンみたいな方多分いるんでしょうね、きっと。そうですね。その方も女性ですね。あ、みたいなですね。なるほど。ああ、そうですね。私も、その、紹介パートナー、まあ、スーパー紹介パートナーって言い方しちゃうんですけど、私は逆に男性ばっかりですね。そうです。私も女性の方作りたいなと思っているんですけど、やっぱり、男性は男性になっちゃうのかななんてこう、思っているところもありますけど、まあ、それでまた今後いろいろ、そうですもん。おめでたいなとは思うんですけど、そうなんですね。じゃあもう会計事務所の頃からそういう経営コンサルティングのお仕事もされて、
で、去年ですかね、はい。独立されてということなんですけども、はい。独立するにあたっての何かこう気持ちだったりとか、こういう方を支えたいとか、そういうのってあったりされたんですか？まあ、そうですね。ですね。会計事務所いたときに、もちろん、基調代行もしますし、あと、もういろんな相談来るんですね。税の相談、節税の相談、いろんな相談来ますよね。で、いろんなことを、提案しなければいけないんですけど、法律もどんどん覚えた先から変わりますし、税法もね、変わりますよね、毎回ね、ほん今と。で言いますと、伝承法だったりね、食べたいですね。インボイスだったり、もう覚えた先からどん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 次のところが来まして、そうですまあ、よいろいろね。大変で、まあ、そんな支援とかももうしました。学びながらこう支援するのが、まあ、基調代行もやってたんだけど、そういうの、経営コンサルとか人の問題とかいろんな話聞いて、じゃあ、ね、どうしたらいいとか、なんかそんなことをやってたんですが、そう、ですね、やっぱり節税したいっていう話も多いんです。まあそうでしょうね。ね、節税ね。私も無駄な税金を払うことないと思うんですけど、節税に走りますと、お金がなくなるんです。そうなで、んです社ね。長のその節税したい気持ちわかるんですけど、お金が減る節税とお金の減らない節税がありまして、はい。まあそうですね。まあお金の減らない節税でしたら提案はできるんですけど、お金の減る節税ですと、まあ遠回しに、そう、ちょっとやめた方がいいってことを言うんですが、ね。しますよね。なんですそうけですど、ね。まあそうやって会計事務所にいたときそういう、まあ節税に走りながら、社長さんが多かったので、なんでそうなるのかなと思って。おお、はいはい。で、じゃあそもそも、じゃあ、お金がないと、あれですね。会社って倒産するじゃないですか。黒字倒産。はい。はい、そうですよね。はい。黒字倒産っていうのがありますので、そうならないように、どうしたらいいかなってところから、じゃあキャッシュフロー経営を広めなきゃダメだなと。もう、はい、いきなりキャッシュフロー経営って言っちゃいますけど、はい。で、はい。そんなことからですね。で、まあ、転機も訪れましたので、はい、独立しました。そんな感じです。本当ね、節税、やっぱり皆さん、そっちを意識される方多いですもんね。そうですね。昔だと、こうね、利益トントンにするように、役員報酬をいかに取るかが、なんか、JD さんの腕の見せ所だっていうふうに私も、なんか聞いたことありますけど、それだと意外と、個人じゃお金残ってるかというと、意外となかったりする方もいたりとか、で会社も当然なくなっちゃうから、さあ困ったとか、ありますもんね。そうですね。やっぱりお金をしっかり、こう、キャッシュオーケーですからね。しっかりとお金を残したアドバイスが、まあ、できるということで、まあ、それで多分いろんなね、経営者の方からの引き合いがあるとは思うんですけれども、だから20年、会計事務所の、ご勤務の中から、法律だったり、税務以外でも、例えば同じ、こう、女性の経営者から、まあ、女性の経営者から、女性ならではの相談もあったりするんじゃないですか？そうですね。まあ、女性ならではっていうのはなかったですかね。普通の経営の話ですよね。でも、女同士だから喋りやすいとか、まあ、そんなことはあったのかなと思いますけどね。まあ、いろんな話しましたよね。なんか、プライベートの話と日か、本における女性の、
地位とか。ああ、そうですよね。あと、子育ての悩みとか、ああ、なるほど、なるほど。なんはい。か女性進出のあれとか、育休の話とか、まあ、そんな話とかもね、なるほど。まあ、そういう話は多かったですね。で、私は、なんえか、え、ええ。結構、ね、家庭、一人者の、なんかキャリアウーマンに見られることが多かったんですけど、はい、実は子供いますってもう大きいんですよ、なんて話をしますと、そうなのからですね、そこから話がこう、進んでいくんですよね。じゃあ、その20年の勤務の中で、じゃあ子育てもされた、時短だったと思うんですけども、その年の経験も活かしながら、こんなことを、されてましたかとか、言ったご相談にも、あれですね、まあ、そう安です心してね。臨めそうですね、皆さんね。そんなんで話がこう盛り上がるんじゃないかなと思ってますけどね。ああ、そうですね。それはやっぱり同じね、子育てをされた方、同じ性別だからこそ相談しやすいっていうのはありますよね。そうですね。やっぱり子供育てるって本当に大変ですよね。そうですよね、本当。大変な、ね、本当になんか、生まれた時に、何、手引き書持って生まれてきてくれないし、マニュアル持って生まれてくるわけじゃないですか。そうなんですよなんで子ね。供泣くんだろう。何があれでね、言葉なくて、なんで泣いちゃうのか、みたいなことでおろおろしている母親がいまして、まあ、そんなところからずっとありますけど、そうですよね。私、泣くポイントは本当にね、分からずに。そう。もう懐かね。しい。場所ね、一人いま懐すけかしい。ど、もう、ここで泣くんだって。えとか。懐かしい思い出す、今思えば。ミルクやっても、おむつ替えても、泣くときは泣くんですよ。あれ不思議ですよね。なんで泣くんだろうと。飲ませなねって思うんですけど、そうじゃないですよね。ね、かわいいんですけどね、本当にね。そうなんですよね。ちょっと、私も思い出しました、今、こんな話をして。不思議もので、親戚の方で必ず泣く方がいるんですよね。その方が来たら、ギャーって泣く、ね、方がいて、そういう人、出入り禁止しました、本当。それは大人で。そうなの、私の、親戚の方なんですけど、その方が来ると、うちのチビは必ず泣くという、そうなんですもう、か。そんな、なんで雰囲気だろはあるんですかね。他の方は泣かないのに、その方が来ると、ギャーって泣いて、ちょっとこ、あの、もう困るから、ちょっと来ないでくれと。ちょっと外にいて、思い出したことも。なんかあるんでしょうね。でもほら、そういうのって分かんないじゃないですか。そうですよね。私も泣かれたことが、チビじゃないですけど、他のその、新鮮なことで、顔出したら泣かれたりとか、するから、本当にね、やっぱりこれ、男じゃ分からないかな、のかな、なんて、感じてるとこはね、あるんですけど、多分女でも分かんない。母親でも そういうところもね、やっぱ相談しやすい、あったのかな、なんて。そうですね。まあ、そんな話多かったですね。そうですよね。でもすごいですね。20年。なかなかあまり聞かないですよね。何がよくて続いたのか。でもいろいろ勉強になりましたよね、なんか。もう全く、だから専業主婦だったんですけど、きっかけで、子供が10歳ぐらいの時に、小学生のあたりは、何?徒歩じゃない。10分圏内でパートで働くみたいな、こんな、いいのかなと思いまして、もう車そうなんですで、ね。はいはい。片道10分の近くのところで、あ、パーなトるほどなるで、ほど。働き出しまして、その頃もですね、まだ資格を取ってたんですね。はい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 。2級はあったんですけど、1級も目指してまして。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。簿記も勉強しながら、パートしながら、子育てしながら、じゃあ、働いておりました。家事とかもやりながら、家事もやりました。もう何足の味なんですかね。4足の味ですか。でも、平気でしたね。若かったし、やりたい目標があったし、平気でしたね。なるほど、3なる食ちゃんとほど。作ってましたよ。おかずも1品どころじゃなくて、ね、3品ぐらいちゃんとありましたね。素晴らしいっすね。会計事務所のお仕事って、例えばこの1月とか2月とか、まあ、また5月とか、すごい残業多いって言うじゃないですか。そういうのちゃんとこなされて、大丈夫ですね。電子レンジっていう便利なものもありますし、作っておけば、温めて食べれるし、遅いあ、時なでするほど。ね。でも、やってるってことを家族に見せると、家族からクレーム来ないんですよね。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。もう逆にこう力になってくれるっていうか、応援してくれるっていうね。なるほど、なるほど。できる範囲でできるだけのことはやってたんでしょうね、きっとね。なるほど、なるほ今ど。に比べたら相当やってたと思うんですが。そうですね。お掃除もやってたし、ちゃんと。今やってないの。いやいや、掃除もやったでし、お料理もちゃんと3食分作ってましたし。へえ、そうなんです、そうなんですか。もうそれはもう本当に家族に対する、これ表現がいいかどうかわかんない、義務ですよね。しっかりこう家族にこう、ね、されて、で、それがこう経営者にもちゃんと義務されてるっていうのが、なんかそういすうごことでく、すか。なんか伝わるような、また、いや、ありがとうございうます。まい展開しちゃいそうましなたけのかど。もしれないですね。なるほど。そうなんです、そうなんです。そうですよね。そうなんです。視聴者の皆様はそうなんです。このアカデミーや、こう、ギブをすることが大事だって学ぶ。そう、なんか意外と財務セミナーって言っときながら、なんか心のあり方だったりとか、なんかそういったのを教わる、ね、講座でしたもんね。そうですね。あり方ですよね。まさしく。そうですよね。まあそういうのずっとなんかにじみ出てるのかななんて今こう聞いてて、改めて、思った次第ではね、あるんですけども。じゃやっぱりそういった、まあ女性経営者が集まるってやっぱあるんでしょうね。そうさせてもみさんなら、やっぱ相談しやすい。あ、この方にやっぱり頼りたいっていうのがやっぱりあるんでしょうね、きっと。本当そにんあな気りがが。たいなと思ってやってます。だから、私のできることはね、私なりに、それこそギブギブで やっていけたらいいかなと思います。一個足らなかったです。ギブギブギブでね。ありがとうございます。ご協力いただいて。講座では徹底した義務って言い方してますもんね。そうですね、徹底した。そうですちょっと、ね。それはパクるわけいかなかったんで、ちょっと。ギブ3つ 並べて。まあ、多分ね、いや、使っても怒られないんじゃないかとは思うんですけど、まあ一応 念のためっていうのはありますけど。じゃあ、そんなね、佐々木智美さんが今後その目指す方向性とかもあると思うんですけど、例えばどんなところをこう考えて、これからその社外事業とか財務コンサル、ね、じゃあ経理指導やっていこうってお考えですか？そうですね。私はね、ほんと小さいことなんですけど、日本の金融リテラシーってとても低いと思うんですよ。金融教育って。でも今ちょっとずつあるんですかね。金融教育について。結構ちらほらね、話は聞いてありますけど、でもそこまでないと思いますね。で、将来困らないために、運用とかね、複利とか、そういうことが、普通の人でも、思い浮かぶような、そんな風になってったらいいんじゃないかなと思うので、私は中小企業に財務コンサル、CFO 代行として入って、まずですね、そこの職員に、職員とか、皆さんいるじゃないですか、そこの人。
そういう人たちに、じゃあ源泉って言ったとして、源泉って何とかね、まあそんなことにならないように、まあそういう税金絡みとか、まあそういう、イデコの話があれば、イデコの話でもいいし、こう気軽にですね、身近にそういう話ができる立場でありたいなと思ってます。そういうことによって、なんか日本の金融リテラシーを上げていく、みたいな、ことが、で、お役に立てれば嬉しいかなと思っております。ああ、すごいじゃないですか。なかなかやっぱ日本人ってね、やっぱりタンス預金っていう考えもあるから、なんかこう、手元に置いていきたいっていう人が、やっぱり多いっていう、私の宣伝もそうだったんですけど、はい。やっぱこうね、回していって、こう、まあ、イデコとか、まあ、株でもいいと思うんですけど、はい、そうですよね。そういったのにね、こう、どんどんこうね、回すことで、それで、付加価値も、ね、高まったりいきますからね。うん、そうですね。それで、なんか、個人がね、それぞれ自分のライフプランをしっかりあった上で、将来、年を取っても、お金に困らないような、生活ができるようになったらいいかなと思いますよね。まあ、ですよね、行政が支えてくれるのが一番いいんですけど、それもあればいいとは思うんですけど、やっぱり自分のことは自分でね。ああ、そうですよね。はい、守るのも大事かなと思ってます。ああ、本当大事ですよね。うん、預金したって大して利息もつかないですしね。そうですよね。まあね、デコボコあったとしてもね、やっぱ最終的には、まあいい方向にね、行くわけなんですよ。でもまあ、あれなんですよね。まあ大量行動ですよね。こう失敗して学んで、失敗して学んで、そうですね、あ、これが一番成果が出るっていうのをこう試しながらやっていくっていう。だからそれはなんかアカデミーで学ばった、なんかマインドがちょっと生かさるんですかね。金融投資に関しても。そうですね。はい、ああ。それはもう経営者も一緒でしょうね、きっと。まあね、個人のね、話もされてましたけれども、会社経営もきっと一緒なんでしょうね。はい、あ。いろいろ試行錯誤して、こう、失敗して、成功して、その繰り返しで、自分でしっかりとこう、蓄えて。そうですね。それさっきね、おっしゃってたキャッシュ経営にこう、近づくところ、もあるのかなーなんて、ちょっと今、聞いてて思ってた次第なんですけども、そうですよね。何でもね、今の時代試してみないとね。ああ、なんかまさしく。小さいことでも。そうだね。これちょっとね、師匠さんが聞いてたらですけど、すいません。ちょっとちょっと、アピールは。なんかさんけど。何でも試してみることが大事なんですよね。で、このね、番組も、技能湾では流れていっても、YouTube でこうね、私アップしているので、まあ、日本全国いろんな方が、と聞いてらっしゃると思うんですけども、ね、もしそうね、聞いてらっしゃる方、結構ね、女性の方が、ね、意外とね、聞いてくださるんですよ。あ、そうなんですか。なんかコメントね、くださったりとかいう方もいて、素晴らしい。ちょっとね、涙出ちゃうんですけど、そう。あと、昨今だと、某は白、品川の弁理士の先生が、はい、この YouTube で仕事が来たとか。そうなんですか。いやね、まあ、すごい嬉しい話なんですけど。そうですね。まさかそんなね、話が来るともね、思わずに、もう、すごくね、びっくりしちゃって、もうやっててよかったなって、こう。なんでね、沖縄の宜野湾の方でも、全国の方でも、今日ね、佐々木智美さんっていう方が、今日出てらっしゃいますけど、ぜひともね、お問い合わせいただいてね、いろいろコミュニケーションを深めていただいてもいいのかななんて思ってる次第であります。はい。はい。ああ、でもね、本当ね、素晴らしいね、ご経歴をお持ちで、いやそこからね、独立されて、はい。進むべき道もね、しっかりされてらっしゃるので、はい。最後にね、こうね、佐々木智美さんがこれだけは言いたいっていうことがあれば、ちょっと最後バシッとな締めていただきたいなと思うんですけども、この番組ね、もう早いです。あっという間にこうね、時間が来ちゃったんで、ちょっとバシッとこう何か
これだけは言いたいですか？いや、はい、難そうです。しいな。これ だまあ、け何はでもいいです言いよ。たい。何でもいいですよ。そうです。そうですね。もう、明日が、訪れるかっていうのは、誰にもわからない。明日が、普通の明日があることに、私はちょっととても、ね、ありがたみを感じておりまして。なので、もう毎日笑って生きようと思っております。そんなところで。ああ、いや、それが一番ですよね。そうそうそう。で、笑って、確かね、まあ、笑私顔もで。そうなんですけど、ね、ともみさんも一時期でやっぱ体調崩された、ね、時期があったので、やっぱり体をしっかりといい、ね、状態にして、笑顔で、こう、楽しいお話、楽しい食事、楽しいお酒飲みながら、こう、皆さんでね、そうこうね、やっていくのがやっぱり一番ですよね。ね、いいと思います。ああ、今日はね、本当、貴重な話ありがとうございます。こちらこそ。ありいえいがとうございました。え、こんな形で、今週は、番組の方、終わらせていただきます。じゃあ、佐々木東平さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、よろしくお願いします。じゃあ、終わらせていただきます。失礼します。